皆様おはようございます。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はお知らせとなります。これは昼飯の無印の、ブラウンマサラカリーですね。いただきましょう。いただきます。いやーマサラですね。マサラ豆が入ってるのに美味しいねこれ。あっつうまです。はい、ということで、まあ、食ってる場合じゃないぞみたいなね、感じで、まあ、実はお知らせがありまして、いや小田原も不景気だねということで、こちらです。小田原本っていうのが発売されましたね。買ってください、お願いします。ベストオブ小田原、結構ね、小田原を歩くのにすごい便利だね。ガイドマップ付きのね、マップついてます。うちの店もどっかにそれに転がってると思うんですが、何しろね、小田原っていうのはお土産と観光の街なんで、このコロちゃんの影響でね、かなりもう小田原全体がこう冷え込んできちゃってんじゃねえみたいなね。もう夜8時になって繁華街歩いてもね、人あんまいねえなみたいな感じなんですよ。ということで、ただこの出版社の方が見えて、ちょっと小田原本っていうのを出すんですけど協力してもらえませんかということでね、まあ、ちょっと小田原が少しでも元気になればいいんじゃねえのっていうことでね、協力させていただきました。まあ、こういろんなあのディープなお店とか、なんかこうね、ガッツンガッツンとこうラーメン対決とか小田原のね、いろいろ出てますね。小田原城の話とかね、いろんなお店出てます。で、私もこのお店のこういう小田原屈指の名店に出るのかと思ったら、違うのかいこれみたいな感じで、私が出てるのはもう一番ケツの方です。ズンズンズズンズズズンズン、どこだろうな、ありました、これですね。はい、こんな感じです。小田原 YouTuber まかない道場でね、それって、小田原の名産品ですね。まあ小田原の名産ってあんまないんだけど、まあ、梅干し、かまぼこ、アジ、とかちくわとか練り物関係、あとこれがあの北条早雲が持ち込んだと言われる、何ネギだっけな、地ネギ、北条早雲がお城建てる時に持ってきたよネギ一緒にみたいなね、カモがネギ、あ、すいません、カモじゃないです、もう早雲がネギしょってやってきたよみたいな感じで、これ探すの結構苦労したね。でこれで一品とかね、あと塩辛とかさ、もうそんなものしか小田原ないのよ。何しろもうアジと練り物、梅干しでこの地ネギね、小田原特産の地ネギです。でもあんま売ってねえんだよね実はね。で感じでちょっとねレシピ協力させていただきました。いや本当はこの名店の方にさ、あれじゃね、普通だったらこうね、まあね、キーやみたいな感じで出ると思うんで、もうこれ売れても私一銭も全然儲かんないんですがね、これで小田原のお店、ほんで特にね同業者関係、同業知ってる人ばっかなんだけど出てるんだけど、なんで俺こっちじゃないの、名店じゃないのみたいな、まあ、すいません、感じで結構ねやばいんじゃねえのみたいな感じですよね。でうちのお客さんもやっぱお土産屋さんとかお土産問屋さんとか木工細工、箱根細工とかの店が、店っていうか会社が多いんでね、なかなか渋いですよ本当に。お客さんもなんかヘリヘリでうちも大変ですということで、少しでも小田原が元気になればいいんじゃないかということでね、レシピ協力ね、5品ね、5品ほどねレシピ掲載させていただきましたね。私作りました、書いてありますね。顔出てねえな、相変わらず包丁持ってて怖えぞこの野郎、へえみたいな、まかないどうじよみたいなね、感じですね。ということでね、ぜひ、全国の書店、Amazon でね、買いますので、999円だか998円だか何しろ1000円でね、もうビビたるお釣りが来るぐらいの本なんですが、昨日もうちのお客さんで、カウンターでこうお客さんにこれ出たんだよみたいな見せたら、なんか横の人も同じの持ってて、なんで持ってるのかなみたいな、そしたら買いましたみたいな、どうもありがとうございますね。私一銭もね、入らないです、売れても。でも少しでもね、小田原を知っていただこうとね、全世界の方に知っていただこうということでね、協力させていただきましたので、ぜひねお買い求めいただければ幸いかと思います。小田原本ですね。小田原の本には結構ね山積みに今売ってます。
あと地方の本屋さんとかちょっと僕分かんないんですけど、まあ、何しろアマゾンでね、バッチリ小田原ゾン、もう小田原本って検索すると大体アマゾンもバーって出てくるんでね、ポチポチバッチンポッチンだとしていただければね、すみませんお願いします。小田原元気にしてくださいです。ということで、お知らせ第1弾でした。次はお知らせ第2弾が待ってますんで、引き続きご覧ください。うん、ブラウンマスラカレー美味しいね。タケノコ入ってんだねこれね。タケノコとマッシュルームとか美味しい。これ無印で売ってるそうなんで、ね、ぜひお買い求めください。いや、これお知らせじゃないですけど、うまいです。ありがとうございます。うん、美味しい。え、それではすいませんね、食いながらお知らせしちゃってね。うん、まあでもね、とりあえず食い物番組なんでね、まあ、番組つっちゃあれな、うん、食い物動画なんでね、うん、とりあえずは、うん、カレー食ってます、ね、カレー大好きなんで。いただきます。うん、はい、それではお知らせ第2弾いかさせていただきます。はい、ということでね、お知らせ第2弾でございます。本当にちょっとはばかれしいんですが、まあ、要するに小田原景気悪いとね、小田原本買って小田原のことを知ってくださいとね、申しましたが、うちの店も暇です、これやばいからってね感じで、うん、2ヶ月超一縮したじゃないですか。で、開けた時はもうガツンガツ、やっぱ忙しいね開けるとねみたいな思ったんですが、その後3週間ぐらいして、東京とかで400人とかあちこちでもう400人300人もうパッカンパカン、コロちゃんの勢いが収まらなく出たじゃないですか。そしたらもう予約のキャンセルがもうバツンバツンバツンで、いまだに暇です。はい、ということで、ちょっと店の売り上げもかなり減少しております。そして YouTube の売り上げも4分の1になってしまいました。広告が出ないのかね、なんだろうね、単価が安くなっちゃったのなんだろうね。ということで、いよいよ物販に踏み切りました。 T シャツです、ボールペンとかも売ってますね。買ってください。まあ、ちょっとお高めなんですが、物がいいんでね。買い方はですね、こういうまかない道場の動画あるじゃないですか、この下に貼っつけてありますんでね。これかオリジナルグッズね、この URL を光ってて見えないね、見えないけど、これをポチッとしていただくとね、はい、こんな感じで T シャツ、ボールペンね、売ってますんで、ぜひよろしくお願いします。申し訳ないです、もう頼み事ばっかりでね。今年の夏休みはない感じですね。去年は台湾に行かさせてもらいましたが、10日ぐらい休んで、今年はちょっともう、ね、休んでる場合じゃないんで、まあでもこれ売れて儲かっちゃったら、ね、すぐ行っちゃうからどっかね。ということで、もう結構ね、不安の方にね、ツイッターで結構バッカンバカンってね、軽く宣伝させてもらって、結構不安の方、来た人がね、買いましたよとか、どうもありがとうございますってね、感じでご購入いただいております。ぜひよろしくお願いします。今 MMDD の T シャツもね、制作中ですのでね、できたらまた T シャツ着てね、飯動画撮っていきたいと思います。はい、ということでね、お知らせ2つですね。はい、T シャツ買ってください。こっちはね、俺儲かるからもう、まあ儲かるからっていうか利益あるから、ぜひぜひお願いします。こっちはね、利益ないけど、小田原全体が元気になればうちにお客さん来てくれるんじゃないかとこうね、考え方でね、協力させていただきました。ぜひね、よろしくお願いします。これ一冊持ってればね、この前もね、この表紙にあるあきら食堂さんというところ行ってきたんですけど、日曜日このディープなお店っていうところに入ってるんですけど、かなりディープでしたよ。でもね、全てが美味しくて安い。ああ、だってビール7本飲んでつまみばっかんばっかんかまして、みんな定食なんだけど、単品でできますか、単品でできますよみたいな感じで、お母さんがやってるお店なんですけどね、もう55年だって、うちが22年だからさ、すごいね、55年。あ、その動画はぶらり旅でね、そのうち出ると思いますがね、こういうディープのお店とかね、名店とかね、いる、なんでうち出てないのかなみたいな、俺レシピかね、まあ感じですけどね、少しでもね、小田原のいいとこを知っていただいて、
ね、ガツンガツ踊らへね、旅人が来てくれればうちの店もガツンガツンで、ね、儲かるんじゃないかというね、感じなんで、ぜひね、小田原本ですね、アマゾンで買いますと T シャツよろしくお願いします。すいません、お願い事ばっかりで申し訳ないですね。少しでもお財布に余裕がある方はぜひね、よろしくお願いします。こっち優先でいいんだよいやもうできたら両方ね、できたら両方ね、お願いいたします。はい、ということで失礼いたします。いやすいませんね、お願い事ばっかりで本当に申し訳ないです。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。カレー食って店の掃除でもすっか。じゃあね。